はい、グジラガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はね、ちょっと皆さんに、皆さんにね、ちょっとお伝えしたいことがありまして、動画回しております。はい、最近、メディア、テレビでね、よく騒がれてる、米問題ですね。米が足らないとか、米騒動がなんか起こってるんやけど、まあ、米農家、生産者の僕から言わせてもらうと、何を言うのかなっていう感じがしますね。はい、米が足りんわけがないじゃないですか。はい、よく考えたらわかると思うんやけどね。本当ね、皆さん気をつけていただきたいのは、メディアっていうのはもうことさら大げさに言うんで、すぐにね、こう、市場にこう反映するというかね、去年ね、確かに不作だったって言われてます。一部の地域ではね。ほんとごく一部の地域で不作だった。九州なんか全然大丈夫だったんで、で、まあ、多少、何パーセント、数パーセントですよ。米のその、総量、収穫量がね。ちょっと、まあ、通常よりも減ったっていうだけの、不作っていう程度です。大不作とかなると、もう、何年か前にあったんやけど、そんなとはもう全然違う。ただのちょっと不作。っていう程度。なんで、在庫はね、めちゃくちゃあるんですよ。供給できるぐらいの在庫はあるんやけど、本当に一部の業者が、要は仕入れミスですね。仕入れがうまくできなかった、できてなかったせいで、在庫がなくなって、おろせなくなって。で、販売店、小売店が、米がないって騒いでる。それをメディアが何回もその一部の業者に対して、米がない、どうしたんですか、どうしましょうってなってるのを、そのメディアが取り上げて何度もリピートしてそれを流してる。そうすると、まあ見てる人は全国的に米がなくなってるんじゃないかっていう錯覚に陥って、で、スーパーや何や行って米買いだめしたりとか、ましてや、たちの悪いことに、去年の米ですよ。今売られてるのは。去年収穫した米。農家、僕から言わせると、去年お前らめちゃくちゃ安く買いたたいとるやろ。それを品薄感を出して 1.5 割増しとかね。もう下手したら倍の価格で販売したりとかするっていう、悪どいことが起こってます。今。それが今。はい。もう正直ね。メディア、これは全部メディアのせいやと僕は思います。ほんの一部のね、なんか、まあ、おにぎり屋さんかなんか知らんけど、が、米がねえって騒いでるのを取り上げて、米不足だなんだって言ってるニュースがありました。あんなもんね、そこのおにぎり屋が、ただ単にどんくさいだけなんですよ。仕入れができてないだけ。普通の外食産業とか、大手の、問屋さんとか、しっかりと在庫抱えてるんで、多少、需要が高まったところで、十分賄える量の在庫を持っとるんですよ。で、コンビニとか、まあ、レストランとかね、そんなとこで、米がないので、メニューか、変更したとか、ご飯おかわりをやめたとか、ライスがね、値段が上がったとか、そんなことになってないじゃないですか。ただ単にね、おにぎり屋が仕入れ下手打っただけで、米不足だって、わーわー騒いでるだけ。もうあれはね、ほんと最悪ですね。で、そんなこともあってね、まあ、いろいろ悪循環が重なって、要はスーパーとか米屋さんに米が回らなくなるっていうのがね、もうわけわからんのやけど、その品薄感が出るんで、売る方も売り渋りをするんですよね。持ってるくせに、いや、ちょっとお一人様二袋までとか、そんなことを言い出すします。それやりだしたら、ますます買わんでいい人もまで米買っちょかんとって言って買ったりとかして、ますます品薄になる。で、ちゃんと米が本当に欲しい人が手に入れにくくなるっていうことで、僕のところにも、
何件か問い合わせが来ました。米余ってないですかって。もうねえわあの農家は在庫持ってないですからね。基本的に農家さんっていうのはもう履ける分しか持ってないです。もう余っても1体2体30キロはね、1袋か2袋毎年余るぐらいの調整して、あの全部在庫を履けさせるっていうサイクルをしてるんで、余分に持ってる農家さんってなかなかないと思います。なんでもうせっかくやけどね、あれば普通通りの価格で分けてあげることもできたんやけど、もう予約の分の在庫しかもう今は持ってないんで、せっかくやけどね、ごめんちょっと予約の分しかないんで申し訳ないけど秋まで我慢してくださいって言ったんやけど、なかなかね、そうやって被害を被ってる消費者の人っちゅうのがね、多分いっぱいおるんかなと思うと、なんなんやろなって思いますね。実際に品薄になってるっていうのも、本当に在庫がなくてその取り合いになってるんじゃなくて、在庫があるのに取り合いになって、で品薄になってる、で売る小売店もセーブしてね、ちょっとこうね、要はプレミア感出すじゃないけど、ね、値段上げたりとかね、去年の仕入れで売らんかいって思うんやけど、ほんとね、農家からするとほんと不作になっちゃう話ですね。今のこの米騒動、確かによ、一部の地域、一部の農家さんは被害を受けてる、収穫できなかった農家さんも確かにおるんやけど、それはいつでもどの農家さんでもどの野菜農産物でも言えることなんで、それをいちいちね、日本全国その問題になってるっていう風な取り上げ方をするメディアに問題があると僕は思いました。はい、ちゃんと事実は事実として、そういう状態になってる業者小売店があるっていうことを伝えるのはいいと思うんやけど、実際にちゃんとその農協なり何なり大手の問屋さんなりに取材して、在庫はあるのかどうかとか、需要と供給は今どんな感じなのかっていうのをちゃんと取材した上で、いや、ま、米はちゃんと在庫があるんで、皆さん買いだめとかは控えてくださいねっていうのがメディアの仕事じゃないかなって思うんやけどね。まあ米だけじゃなくてね、卵とかね、白菜、キャベツとか、まあ、野菜とかもうすぐにね、値段がちょっと上がっただけでメディアがわーわー騒ぐ。でつい最近もあった地震、南海トラフのこともそうやけど、もうことさらもうアルマゲドンが来るのかっていうぐらい騒ぎ散らかして、で水が品薄になるっていうね。もうね、ちゃんと調べてからこう放送するというかね、してほしいですよね。事実だけを言ってほしいです、メディアはね。なんかもう煽る、恐怖を煽ることがなんかそういうスタイルっていうか、それが視聴率につながってるような感じがしますよね。数字欲しさになんかさも大事件のような感じで取り扱う、全くくだらんすよね。はい、まあ、そんな感じで皆さん米はね、日本全国在庫はたくさんあります。いろんな方法で入手ルートがあると思いますんで、米が今手に入りにくいって思ってる方、ぜひね、いろいろちょっと調べてみてください。農協に問い合わせしても、農協はね、直販してるところとしてないところもあるんやけど、在庫がないっていうことはないんで、ただ単に小売店、要はスーパーとか米屋さんが出し惜しみしてるだけやと思ってください。で、実際に在庫がないって言ってるスーパー、小売店は仕入れができてないだけ。ちゃんと仕入れができてるところはちゃんと普通の価格で販売してますんで、
まあ、実際ね、米の価格っていうのは上がってます。上がる、それは当然上がる、それは物価が上がって上がるのと同じなんで、上がってもらわないと困る。僕から言わせるとね、上がってもらわないと困るんで、上がってるのは上がってるけど、その品薄に なってるっていうのとはまた別の話なんで、まあ、そこはね、皆さん十分に慎重に行動していただきたいなと思います。買いだめするとかね、そんなのなしでね、ちゃんと在庫ありますんで、あると思いますんで、まあ、なかなかね、僕もその米はそんなに買ったことないんで、米を買うっていう立場じゃないんで分からんねやけど、うん、なんでないんかなっていうのがもう不思議でしょうがないんで、もう本当ね、もうまあまあ、あとね、1ヶ月2ヶ月もすれば10月ぐらいに入れば、九州地方、九州、まあ、もう早いところはもう稲刈り始まってるし、普通の米が収穫が始まるんで、もうそんな騒ぎは収まると思うんやけど、なんかね、いつもこう、ここ最近の話っていうかね、大きな地震があったりとか、まあ雨にしてもそうですよね。東京とかで集中ゲリラ豪雨とか言ってニュースになってるけど、あんなもんね。あんなもんこの辺じゃ普通の雨ですよ。もう夕立なんやけど、それをね夕立をねゲリラ豪雨っていう言い方するのもどうかなって思うよね。当たり前やん、あんなもんね。まあ確かに異常気象中はね、今年は気象がおかしいです。盆過ぎてね、まだ36度とかめちゃくちゃ暑いんやけど、もうちょっとおかしいなとは思うんやけど、そんなに大騒ぎすることじゃないやろ。もう大騒ぎしてね、バタバタしてね、行き詰まるような生活しとったって面白くないんで、いざ中時はいざ中時でなんとかなるって思って、ちょっと大騒ぎしすぎじゃねえかなっていうのが正直なところです。はい、まあ皆さんもね、いろいろ思うことはあると思いますけども、くれぐれもね、買いだめっていうのはぜひやめていただきたい。2、3日分あれば十分でしょ。ね、カートいっぱい買ってる人とかもたくさんおるんやけど、そんなにいらんやろって思うんで、はい、以上です。